エムステの舞台裏、平野翔のファッション王国。彼のシャツに関しては、50年代のヴィンテージスカジャンとニルバーナのカートコバーン T シャツが挙げられます。いつものように金曜日の夜、日本の音楽シーンは、ミュージックステーションに向けて息を呑む。今夜の放送では、特別な何かが待っているようだ。そう、今夜は階段が復活する。だがそれだけでない。 目を引くのは、初登場のナンバーアンダーラインアイだ。彼らのステージがどんな風になるのか、想像するだけでワクワクする。ショーが番組内で着用している平野シャツが話題になっている。一体彼が今夜どんなスタイルを披露するのか、ファンたちは期待に胸を膨らませている。彼のスタイルは常に注目を浴びる。なぜなら、 彼のファッションセンスは常にトレンドをリードし、そのスタイルはまさに王様のようだからだ。彼が着用するシャツは常に SNS 上で話題になる。その洗練されたスタイルから彼がどんなブランドを着ているのか、一般品を着ているのか、見分けがつかないほどだ。しかし、彼のコーディネートのセンスによって、 シンプルなシャツでも一気に高級感を演出することができるのだ。今夜、彼が着用しているジャケットは50年代のヴィンテージスカジャンだ。そのスタイルはまさに彼の個性を表している。しかし、そのジャケットには、別ッという名前が刺繍されている。それが何を意味するのか、それは彼のファッションの世界における新たな謎となっている。 さらに驚くべきことに、そのジャケットの裏地はグリーンサテンだ。これはグリーンランドの中でも非常に希少な一着であり、コレクターたちの間で熱い注目を集めている。彼がこのジャケットをどこで手に入れたのか、そのストーリーはファンたちを魅了してやまない。そして彼の T シャツもまた注目を浴びている。それはベイロックバンド、 ニルバーナのカートコバーンの T シャツだ。その白い T シャツにはカートコバインの姿が描かれている。これはファンにとってはたまらない一着だろう。しかし、これらの洋服はすべて新品ではない。彼が着用しているものはおそらくヴィンテージ品だ。その裏にはどんなストーリーが隠されているのか。それはファッションの世界における新たな謎となっている。 ミュージックステーションの舞台裏には、いつも驚きが待っている。平野翔のファッション王国には、まだまだ秘密が隠されているようだ。彼の次のステージでは、どんなファッションが待っているのか。ファンたちはますます興奮していることだろう。彼のファッションにはどんな秘密が隠されているのか彼が着用する洋服の裏にはどんなストーリーがあるのか ファッションの世界にはまだまだ未知の領域が広がっている。しかし、その裏にはさらなるストーリーがあります。そのシャツは、平野翔さんがずっと前に購入したものである可能性が高いです。実際、そのシャツは50年代のヴィンテージであり、その歴史的な背景やデザインから考えても、彼が古いものを愛用している可能性があります。このことは、 彼のファッションセンスだけでなく、彼の個性や歴史への愛情をも示しています。さらに、そのシャツのデザインや素材にも興味深いポイントがあります。例えば、グリーンランドの中でも珍しいデザインや、ニルバーナの T シャツにはカート・コバーンの個性が息づいています。これらの要素が、ただのシャツではなく、平野翔さんの個性やセンスを表現する手段となっています。 そして、その魅力はシャツの外見だけにとどまりません。彼がそのシャツを着用することで伝えたいメッセージや、彼がそのシャツを通じて表現したいアイデンティティについても考えてみる必要があります。彼のファッションは単なる装いではなく、彼の人生や信念を反映しているかもしれません。今夜の M ステで、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスだけでなく、 平野翔さんのシャツにも注目してみてください。その背後に隠されたストーリーや意味、そして彼がそれを選ぶ理由について考えることで、彼の個性や魅力にさらに迫ることができるかもしれません。